インコやオムサンなどの場合は、夜の間餌を抜いておいて。夜もなんかこうお腹空いたな。朝薄暗くなって目が覚めた時にまだ餌ないんです。取ってるから。そして朝起きて飼い主さんがお世話をするときに、はいご飯ですよって言って餌をあげる。その時に一番が,がっついて食べてくれるから。その時にペレットを入れておくと嫌だけど、まあしょうがない食べようって食べる。あ、食べたからよかった。もう今日一日ペレットねって言うとダメです。まだ最初はですね。 食べたとしても食べたくないけどちょっと食べただけ我慢して食べないかもしれないからペレットを抜いていつものシード類を入れてあげてくださいその日一日はそれで保管して食べてもらわないといけないです食べ足りない分は何日か崩ずつけていくと朝食べるときにもまあこれでもいいかと思ってガンブがッツリきちんと食べられるようになったらばペレットに変えるその日一日変えるということもできますなので 入れ替えないといけないから、休みの日とかにチャレンジした方がいいですよね、それは。そういうふうに、朝一番食べやすい時にペレットだけをあげるというパターンです。混ぜるとですね、美味しい好きなもの、安全なもの、今まで食べたことのあるもの、ほ、の方うばかり食べるので、ペレットは残します、はい。あと、鳥さん、インコやオムダの鳥さんは、あの、群れをなしていて、飼い主さんとパートナーシップを築き、飼い主さんのしやってることに興味津々で、えー、人間の食べているものにも興味津々だから、 それを応用した食べさせ方っていうのはあるんです。遊ぶ時にも包丁して遊ぶタイミングとかも考えながら、ペレットをあげられるようにする、食べられるようにする方法はあるけど、ヒメウズラの場合はわかりません。ヒメウズラコーナー。<laughs> はい。ペレット始まってた見た時は高くて思いました。<laughs> 高いですよ。高いです。いいじゃないですか。別にあの、マクドナルドでセット食べなきゃいいですよ。<laughs> 月に何回、月に2、3回食べてる人もあんまりいないかもしれませんけど。 あの、ちょっと、ビールを、僕ビール飲まないんですけど、アイスクリームを控えてもらうと大丈夫だと思います。スマホの課金をちょっとやめてもらうとペレットすぐ買えますので大丈夫だと思います。で人間は、あのですね、まあ、考え方なんですけどね、ペレットもやっぱ2000円、3000円ってするんですよ。で、一回買って、1ヶ月持つのかな、2ヶ月ぐらいなのかな、2種類ぐらい買って入れながらするとまだ2ヶ月ぐらい持ったりするんですけど、 例えば人間がですね、ちょっと、久しぶりにインドカレー食べようか、つって,ってインドカリー屋さんでカリーとナンみたいなの食べるとね、やっぱ宣言しますもんね。ちょっと行ってちょっと食べたら。はい。ファミリーレストランも行ったらですね、昼は安いですけど、夜行くとやっぱ宣言ちょっとします。一人で行くのもあれですから、二人で行くと2000円ぐらいします。一回食べたら2000円です。<laughs> で、途中でコンビニに寄ってからアイスクリームとお菓子買って帰ると3000円になってしまいます、合計で。 <laughs> テレビ分かりますかね <laughs> あの、人間が使うお金って結構高いですよ。鳥さんが使うお金はそんな2、3000円ぐらいで1ヶ月、2ヶ月持つので <laughs>。そこはあの、高いんですけど、そこはもうあの、全国の皆さん、もう世の中の <laughs> 取り換えさん皆さんですね <laughs>。そう、まあいいかということで、それを買っていただきたいなと思ってますね。はい。あの、うち猫さんがいるんですけど、猫さんもね、キャットフードっていろいろ種類があるんですよ。 なんだこれはっていう高いのがあって、これ見ると、グルテン、グルテン、ノングル、ノングルテン小麦粉が入ってないってわけです。穀物類が入ってないペレットがある、キャットフードがあるんですよ。カリカリの。猫ってそもそも穀物食べないからです。えー、トウモロコシとかこう麦とか米とか食べないんですよ。基本は魚とか肉とかですから。<laughs> なので、穀物が入っていない うん炭水化物が入っていない餌って自然体でいいわけですよ。猫にとってはね。肉食、肉食中ですから。肉食獣じゃないけど。だからそれが高いなと思ったけど、それ買うようにしたんですよ。うん、買うときはですね、こっちはね、1000円。こっちは1500円とかなるかもしれませんけど、まあ1ヶ月かけても1000円か2000円の差しか出ないので、1000円か2000円の差は、 人間がご飯食べようと思ったらですね、それぐらいですね、出るので、家族が食べるのなら、まあ、いいかっていう感じですね。はい。積成オカメはあまり食べません。アペレットね。<laughs> ミックスシードの方が絶対好きなんですよ。あの、本能的に好きですもん。剥いて食べるっていう行動が好きなんですよ。エリゴノミもできますし、ミックスシードの中ではですね。なので、絶対的にベレットの方はミックスシードの方が好きですから。ミックスシードでいいんです。 ミックス指導の時には、カルシウムが足りなくなるから、カトル、まあ、蠣殻はあまり、あの、言われてない、あんまり推奨されてないので、カトルボーンみたいな、カルシウムを補う、えー、ものをあげて、えー、ビタミンが足りなくなるから、ビタミンが食べられるのは、あの、あの、ピノハラさん、ご自宅で作られてますんでね、<laughs> あの、あの、箱根で、箱根ですよね、すごいですよね。 あげたりですね。えー、ビタミン、そう、ミネラル。ミネラルは、まあ、今、エンドはあんまり、あの、推奨されてないんですけど、ミネラルを食べられるようにしたり、でいろんなバラエティ豊かなものをきちんとあげているならば、全然問題ないんです。その方がエンリッチメント、自然の環境に即しているので、それはいいと思います。もう食べない子もいるんですよね。緑食べないとか。グリーン食べないとかね。<laughs> ちょっと困るんですけど、別の方法で食べてもらわないといけないんですけどね。ね。<laughs> なので、シードの方がいい。鳥さんから見ると。でも、老齢になってきて、うんちの中に未消化のものが残る。何が残るかというと、シードの方が圧倒的に残る。ペレットは消化している。というのは事実なんですよ。老齢になって消化が悪く、エネルギーが取りにくくなった場合には、少しでも取ってほしいので、消化に良いもの。となると、シードか、 ペレットかってなると、ペレットの方が消化がいいんですね、実は。なので、ペレットを食べられるようになった方がいいですよって動物病院の先生が言われる方多いですね。あとこうあの、具合が悪くなった時にあんまり食べないと。だから、ハイポテンシーみたいな。栄養素ぎっちりみたいな。カロリーメイトみたいな。<laughs> あの、ペレット。こんなんあるか。ハイポテンシー、ハイカロリー。えー、なんかこう、アダルトライフタイムじゃないようなやつね。 いつも食べるものよりも栄養素が高いもの。カロリーが高いんじゃなくて、栄養素が高いもの、これ食べるといいですよって言われるけど、いつもシード食べてて、ミックスシードなんか嫌いだよっていうのに、これは食べるといいわよって言っても、いらねえよってなるので、普段から食べれなかったら食べれないので、そういう意味では、あの、ペレットの方がいいよっていう理由はそこにもありますね。あとは、ペレットを食べてると、やっぱりシードの方がいいから、ミックスシードなどは手からもらえる特別なご褒美、はいご褒美ってあげると、ものすごく喜んでくれますね。はい。 でも、鳥さんのエンリッチメントとして一番喜ぶのはミックスシード。そしてその中で、運べとかのビタミンをきちんと取れる、カルシウムを取れる、ミネラルを取れるようにしてあげると最高だと思います。いつもご視聴いただきありがとうございます。良かったなと思う方はチャンネル登録を、楽しかったなと思う方はいいねボタンをお願いします。皆様に見ていただくことが、鳥さんの世界がもっと良くなることにつながることになります。どうぞご視聴よろしくお願いします。